今聴いていただいたのは恋はリグレットっていうね、ちょっと可愛らしい感じのね曲を聴いていただきました。さあそれでは皆さん、今日はサンドフェスタ2日目の2部のステージとなります。それじゃね、お昼ご飯も食べて元気いっぱいだと思うので、皆さんも元気な声聞かせてください。こんにちは。こんにちは。まだ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 いけませんか。お兄さんもまだまだいけますよね。もう一回いきますよ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ちびこたちも元気な声ありがとうございます。私たち稲沢生まれのご当地アイドルラビーナサーティーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、なんか今までで一番人がね、はい、多い感じに見えますけれども、やっぱり天気も良くなったのでね、はい、ぜひぜひね、ちょっと皆さん奥に座ってる方もよかったら、そこから私たちのことね見ていただけたらと思います。あ、ありがとうございます。お母様ありがとうございます。はい、じゃあ、 初めてね今日私たちを見るっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、自己紹介をさせていただきます。はい、ラビーナサーティー5期生のゆかりんこと鈴木ゆかです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ラビーナサーティー第5期生のくまさんこと熊沢彩乃です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ラビーナサーティー4期生のひーなこと遠藤ひなです。よろしくお願いします。はい、ラビーナサーティープレイングマネージャーのちーちゃんこと吉川千春です。よろしくお願いします。イエイ。はい、ラビーナサーティー4期生のくーちゃんこと中西くるみです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ラビーナサーティー5期生のミカティンこと山田美香です。よろしくお願いします。イエイ。イエイ。ラビーナサーティー5期生のレンレンこと平松蓮華です。よろしくお願いします。はい、このステージもこの7人で精一杯頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、早いことにですね、今年のサンドフェスタも最終日となりましたけれども、ちょっとメンバーもね、今日今年のサンドフェスタどうだったか聞いてみたいなって思うんですよ。レンレンどうでしたか。はい、今年もね、本当に砂も見たりステージも見たり、何よりなんか2日間晴れたことが、そうですね、お天気悪いって言われてたけれども、なんだかんだお天気良くなってね、はい、そうなんですね。さっきもね、見たステージを見て、そうですね、先ほど太田プロのね皆さんがここでお笑いのステージをライブをされていましたけれども、私たちもね見に行かせてもらって、はい、面白かったですよね。面白かったです。面白かった。ちょっと面白かった。本当ですよこれ。本当にめっちゃ笑ったね。めっちゃ笑いました。ありがとうございました。なんかちょっと嘘やろみたいな言われてますけれどもね、いや本当でしたよ。はい、はい、さあさあさあ、ミカティとかもどうでしたか。いつも私たちがリフォークさんで定期公演させていただいてるんですけど、一緒に前説やらせていただいてるノーデンさんって今見ていただいてるんですけど、はい、ネタすごい面白かったなと思って、うん、いやもう本当めっちゃ面白かったです。見てた人は分かるかもしれないんですけど、私これ結構好きです。そう、出てしまうのことめっちゃ面白かったです。いいなって思いました。そうですね、これ何気に笑ったことすごいね、笑っちゃいましたけれども。でそれでいろいろとねお祭りも楽しませてもらったんですけど、この昨日今日とね私たちステージで紹介させてもらっていたこちらイナッピーの特産品シリーズですけれど、はい、そうなんですね。はい、はい、これね、はい、こうやって以前からカレーとシチューとトマトパスタソースね、こちら販売していたんですけれども、昨日から新発売。そうなんですよ。なんとイナッピーの銀杏土手煮っていうものが出ましてですね、私昨日ファンの方からいただいて、ちょっと帰ってすぐ食べてみたんですけど、おどうでしたか。美味しかったです。ちょっと結構具が入ってて、いろんなのが普通に温めて食べた感じ。そうなんですよ。でもね、普通に温めるだけじゃなくて、アレンジレシピとか言ってね、うん、紹介されてます。味噌焼きうどんとかにもできるらしいので、これ間違いないですよ。そうなんですよ。ちょっと気になった方はね、私たちも出演させていただく来週の稲沢祭りにも販売されるので、はい、ぜひ気になった方は
ってみてください、はい、もう今すぐでも、あ、今すぐダメだ、ステージ終わってすぐだったらね、まだ多分販売も行ってると思うので、ね、はい、今日か来週の稲沢祭りでぜひよろしくお願いします、はい、はい。